山勝 S は日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。馬名は冠名第一人者最高最高の存在。6月22日の函館芝1200メートル新馬戦でデビューし2番人気に支持されるも6着に終わった。自走の未勝利戦で初勝利を挙げ2勝目を目指して オープン競争へ挑むも勝利することはできなかった。年明け2戦目の条件戦で2勝目を挙げると、アーリントンカップへ駒を進め6着となった。続く、ファルコンステークスではババに足を取られながらも上がり、最速で追い込み3着に入った。次戦のニュージーランドトロフィーでは、道中は中段の外を追走し、直線に入って追い出されると突き抜けて優勝。 重賞初勝利及び NHK マイルカップの優先出走権を手にした。NHK マイルカップでは、クラリティスカイの外にポジションを取るも、追い出し時の反応が鈍く13着であった。短期放牧の後、箱館記念へ参戦。先行作から粘り込みを図り3着入戦となった。続く、札幌記念では、直線で外から伸びてくるも4着までだった。その後、 富士ステークスに出走。終始内にポジションを取るも、道中スローで前が開かず13着に終わった。距離をマイルから2000メートルへ戻し挑んだ、福島記念では4コーナー手前から追い出すと、同レース連覇を狙ったミドラを直線でかわし、重賞2勝目を達成した。年明け初戦に中山金牌を選択。道中はスローながらマイネルフロストが、 大逃げを打つ展開を5番手につけ3コーナーから進出すると直線では逃げ粘るマイネルフロストを差し切り重賞3勝目を連勝で飾った続く京都記念では道中手応えよく進めるも馬場に足を取られ5着に終わった放牧を挟みナルを記念へ出走デビュー以来初めて一番人気に支持されるも直線でもたつき6着だった宝塚記念では やや十のババに一、二コーナーで足を取られ直線で伸びず十三着に終わった。その後、二年連続で札幌記念に参戦。道中折り合いながら進めるも、やや重ババが合わず五着だった。秋は天皇賞から始動。道中行為で運ぶも、瞬発力勝負に泣き十五着となった。自走に金車地賞を選択。道中は中段で折り合って進め。 最後の直線で外から足を伸ばし、首下がわして、重症4勝目を挙げた。有馬記念では、道中は打ち、枠を活かしてロスなく、打ちを追走すると、直線では馬群を縫いながら上がり、最速で追い込み4着に入った。2016年金ャ地賞5歳になった本馬は、2017年から開催時期が3月に変更された金ャ地賞に出走し、一番人気に支持される。 エースでは中段を進み、最後の直線で先頭に立つと2着馬、ロードバンドールに一馬身1、4冊化勝利、重賞5勝目及び大阪杯への優先出走権を手にするとともに、3ヶ月ぶり連覇というチ記録を達成した。次走の大阪杯では、北サブラックの3着となり、休養に入る。8月の札幌記念では、 サクラアンプルールの3着に敗れるも中距離戦では堅実な走りを見せていた。秋シーズンは天皇賞は11着、ジャパンカップは8着、有馬記念は10着と不本意な結果に終わった。シーズン初戦の金社地賞は4着に終わり、3連覇はならなかった。大阪杯4着の後、香港、シャティン競馬場で行われるクイーン・エリザベス2世カップの招待を受けるも、 右前足の骨膜炎により辞退した。その後、復帰を目指していたが、右膝の軽人体炎を発症したため、9月6日に引退が決まった。今後は、北海道新日高町のアロースタットで、種ボバになる。ありがとうございます。